藤原先生とのなんかもうすっごい思い出とかありますか、まあ、練習だけじゃなく。あ、もうだから何がやりたかったって、やっぱもう束縛というか、ああ24時間管理されてるみたいな感じで、やらなかったし、あと取材も勝手に受けたら怒られるし、はい、したことないと、報告がないと。あ、じゃあ昔の寮生なんて、僕の後輩なんかはみんな朝仕事出るときに電話して、はい、田舎帰った時も1日1回も報告電話して、あ、黒崎先生と内村先生がそうだったみたいですね。なんか買い物行く時も電話して報告ないと怒られちゃう。それ多分黒崎先生の継承してるところありますよね。そう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 、僕なんかも報告ないと。あと、あの練習終わった後、はい、ファミレスで飯食ってただけなので電話かかってきて、はい、ファミレスって音楽流れるじゃん、はいはい、てめえ今飲み屋にいるじゃねえだろうな。それ先生ですよね。いや、うまぜいよっつって。そんな練習したら飲み行けないっすよね。飲みなんか寝ると瞬間湯沸かしみたいなもんですよ。あ、で練習たぶん来た時に、はい、なんか他のやつにガーッと怒ってるんですよ、はい、で俺が来るじゃないですか、はい、てめえもてめえだよ、ついでに怒られるんですよ。来たばっかりで何にもしてないの。とにかく怒りたいっち。もう無法もらずに、いろんなやつに喧嘩売りやついて。何が何ですか。何が何ですかってことになりますね。いや、てめえはてめえだよ、あの時のあれどうたらこうたらって、あの時のあれって。でも、まあ、ちょっとこれ使えるかどうかあれですけど、本当に現役をこう、まあ、引退されて指導されてからもその強さが、まあ、すごいっていうことで、いろいろなんかあの力士の人に持ち上げられて、場外なんて思って、やっぱ今までもそういう中で黒崎先生から解放されたわけですよ、うん、そうするともうやっぱ俺もそうだし、別にジムもしたいとも思わないし、やっぱ、うん、自分の師匠もいる聞く会に戻りたいとも思わないし、うん、でさっきの話じゃないけど、引退したばっかで、はい、やっぱ他の世界見たくて、ゴルフ最初なんかゴルフ場の営業かなんか入って、でその関係でゴルフやりだしたら、はい、やっぱ自分の才能に気づいて、もう朝の4時になってずっと過ごしてたらしい、奥さんの話で会社行って、うん、でもで試合をプロ手前まで行ったらしいんです。なんか青木功さんの試合を見て、なんかやりたいってなんか思ったらしいです。それがよく分かんないですよね。で、できるって多分思ったんでしょうね。いや、もともとほら運動神経が卓球とかテニスやってたから、あ、横に動いてこうパンパンパンっていうのが反射神経、今でも壁に向かってこう卓球パン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 って、あ、反射神経がやっぱその頃から、今でもハウルゴルフやってて、ゴルフやっぱ打ちっぱなししてる、相当じゃスコアだから、レンタル来た人はあの苦情来たんだよね、隣でゴルフやってる人、ここ貸し切りじゃないんですか。ここの道場管理来たのに素振りしてるんですか。隣で素振りしてる。あの人なんとかなんない、毎回いるんですよ。それ知らないから、ここの先生ですからね、伝説の、知らない、知らない、伝説の男だから、伝説の男なのに。だ、長州力が新日本プロレスやめても新日本の道場で練習して誰も言えない、誰も注意できないでしょ。ちょっとそんな人いないっすよね。普通は長州チャンネルで新日本の道場の帰りにこのビール飲んだらうまくてさ、まだこの人練習してんだ。いや、やってるみたいですよね。現役時代の藤原先生が黒崎先生にゴルフ興味あるからやりたいですって言ったら、その場で木刀で縛られたって話してましたけど、それは昨日だから、まあ引退してやっぱそれでも体うずくんでしょうね。で酒毎日飲んで、やっぱりあの時代ね、相撲取りで首からこうやってやられた、相撲取り持ち上げられたのに、そのボディががら空きだよって言って膝蹴りして肋骨折ったっていう。これは使わない方がいいですかね。いや、いいんじゃないですか。もうやっぱり意地強いっていうか、なんていうんですか、やっぱ負けず嫌いだから、ピーターズ来た時鉄柱バンバンバンって蹴ったり、アーツがもうピーターズこいつ狂ってるみたいな。いや、だって鉄柱ガンガン蹴ったんですよね。いや、これクレイジーとかです。はあ、なんか藤原先生のキック
キック論っていうんですか、こう足が最後まで遅れてって、この足先じゃなくてこのすねんところでガツンってこう、まあ一つの塊をぶつけるっていう、はあ、バンって蹴るっていう、うん、こっから瞬間的にかバンって鉄にしてバンって、だから全身で蹴ってるじゃないですか、蹴る、はあ、あれってやっぱりなんかバットで殴られてると思うんですよね。だけど僕は初めてジムに来た時、まあ藤原先生50か49のあたりだったんですけど、まあまあ最初にちょっと軽く手合わせしようです、まあ実力みたいな、なんかベストキットみたいな、そうそうそう、で最初はねもうなんて藤原先生がキックのジム作ったのに、はい、全力のキックの選手誰も行こうとしないんだよなって宮田が言ってたんですよ。あ、まあ、で要するに僕は北西ジム辞めたばっかで、あ、まあ宮田が道種類を作る確率だったから、まさか藤原と小ジムに行くとは思ってなかったけど、それを聞いた時に、あ、俺試されてるなと思った、こいつどうせビビって行かねえだろう、あ、行きますよ、でもう野球クソじゃないけどこれでダメだったらもうキックやるなと思った。国政ジムもやめて、でましてや自分で自分の性格分かってるし、自分で出稽古行ったりなんかチーム作ってやったら絶対強くなれないなと思ったから、やっぱ師匠みたいな、やっぱ怖い人がいないとダメだなと思って、あとはやっぱ藤原投手のとこに行って成功しなかったらそれまでだなと、あとはやっぱああいう人に交わることないと思ってたから触れてみたいっていうのとあって、まあ所属になるならないはもうその時点で何とも思ってなかった、もうその先のことまで考えずに、でまあそういう彼の社長もそういう藤原先生に話しつけちゃったし、あ、これ行かざるを得ないじゃないですか、で行ったと、で行って、まあまあそういう時に行ったら新聞読んで行ったと、はい、でこう見てギロッと見て、お前強くなりたいのか、はあ、当たり前じゃんって、いやでも漫画みたいですね、で、はいっつった、で、そこで世界一強くなるんだよって言ったら、はい、うわ、始まったよと思って、はあ、いや、とりあえず日本チャンピオン目指そうと思ってちょっといやいや、もう地獄の稽古始まると思ってたから、はい、もう追い込まれて追い込まれて、もうなんか、なんつうのその時、まあもう自分の中で公園の方来るんだからお前過去決めてんだろうなみたいな感じだったんですよ、はいはい、でまあとりあえず脱いで、あのスクワットなんかやる、ああやらなかったらちょっとフットワークやってみようとか、ちょっと、ま、グローブつけるってやってみよう、まあでもね50だし俺が負けるわけない、立ち会ってくれるんですよね、でこうやり始めました。それはまあ俺もいきなり試合みたいに向きにやらないですよ、はい、みんながでパパパーンってやったら気が付いて後ろにいるの、はあ、でパッと蹴ったらパッと空振りしてすぐバッと入ってくる、サッとしたらパッと横にいてパッと崩されて、で現役バレーやってた僕がそんなになっちゃって、もうあこれこうなりたいと思ったんですよ、でも一歩半でもう全然言い始めて、いやまあまあそれはまあ連盟的なスタミナっていう、ビズモーカーだしそれはいいとして、でも その何やっぱそれは現役時代それをずっと止まらず何時間もできたわけじゃないですか、はいはい、でもその時はもうね引退しても何年も経って何十年も経って何十何年も経って、はい、毎日酒バカバカしてバン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 その状態でその動きができるんですよ、だから佐山さんもそうだけど天才って、はい、やっぱ体力はなくなるけどその動きができるんですよ、もうそのやっぱり現役の時に一瞬の動きをするわけですよ、はあ、この人は達人だと、映画の話ですね、この人はこれここまでいかないと俺納得しないと思ってそれで入門決めたんですよ、はあ、藤原先生の動きってなんかこう相手の脳がこう撹乱するようななんかこうタイミングのなんていうんですか、僕もいろんな人でやってきたけどずるってああいう滝初めて一回だけこうあの膝蹴りをここにもらったことあるんですよ、まあ、遊びでやってくださって、タイミングがなんかこう脳がこう分かんなくなる瞬間に気づいたら、ストンってこう
やられてるんですよね。だから意識こっちパッと一瞬で回るんだけど、やっぱ絶対相性ってあると思うんですよ。この人のとこ行けば強くなれると思って、はいはい、格闘を思い出旅したいいじゃない。言えないですでも一生の師匠を見つけられるわけじゃない。やっぱ ね、あんなやつに一生かけるような一流はいないですから。で結局さまよって自分探しの旅した この人のもとで、なんていうか強くなれないでしょ、これダメだと。もうこの人の言うこと聞こうで、格闘巡りしてる人は言うこと聞けないんでしょまた違う人の言うこと聞いて、また違う人の聞いて、だってこの人が言うなら間違いないじゃん。だってやってきた人なんだから、はいはいはい、でしょ。それをいや自分は違うと、いやお前全部違うよっていうと、僕もそういうこれを乗り越えられなかったら、もう他にいないじゃないですか。自分は達人と思えるような人に初めて会った、はあ、いろんな人見てきたけど、僕もやっぱりドラメッティやカーマン一生練習したり、はい、ヒポリットも練習したし、ホーストも練習したし、見たね、まあ、玉島会長ともね、ずっと練習したり、はあ、タイム選手ともね、練習いっぱいしたわけですよ。でもこんな動きで生きる人って人間じゃいないと思うんですよ。そうですよね。ここでこれを身につければまず最強だし、もしそういうところも違いない。だからできたんです。最初はもうやっぱり言うこと聞けなかったんですよ。そんな無理で何時間も練習を持って、そっから始まった。タイヤもそうなんですよ。もう全然動かせなくて、はい、こんな動かせばいいじゃんっていう、ここなんか言えなかったけど、はい、でその感情のバカ字が何回も やるとあるんだと思うんですよ。はあ、もう減量でフラフラしてる時だって、なんで試合前にこんなことやらせるのか、今度試合なのにオーバーワークだったらしょうがないじゃん、はあ、でもやっぱり罵声を浴びせて、やっぱその中にもう自分の中に憎しみというか怒りというか悔しさうわーって出た時に、気がついたら5ラウンドできちゃうんですよ、はあ、こんなんで動けるわけねえやって状態です、はあ、あの爆発力ってだってやっぱりもうこうなんか野獣のものですもんね。一撃で相手のこう意識がもう飛んじゃうパンチとか、うん、だから無意識に力んでる時は倒れないよね。復帰して肘の手術して復帰してバカバカ当たるけど倒れないとやっぱり力んじゃったもん、ね、足も結構こう左前になったり右前になったりとかっていうのをう、ああそれはもうステップのオランダで修行した時に言われてたし、うん、もちろんうちの先生も語らなかったら動きで見せてもらったらいいです。やっぱ右でも左でもで同じ攻撃できるとコンビネーションが2倍になるんです。はでどんな体勢でもできるように、俺はオーソドックスにならなきゃこの動きはできないよとかじゃなくて、サウスポーだろうがオーソドックスだろうができるように形あって形なしというか、そうそうそう、こう変幻自在というか、はいはい、まあでもこれ喋って言うことはあれですけど、実際にそれが本当に練習と試合でできるかって言ったら全く別物だから、やっぱりそれをなんかこうやってきたのこう、まあそういう尋常じゃない練習とやっぱこう師弟の信頼関係があったからこそなんだなっていうふうに、まあね、まあ、すごく思います。最初は気づけないと思う、なんだろうって、あこういうことだったのかつって信頼関係を生まれてるんですよね。みんなそこで出せ、そこ行くまで出せるとしちゃうんですけど、あれ取り行け、あれ取り行けって言って、例えばね、ここまで手伸ばしてやっぱ無理じゃんっつって、でも一瞬やったらあ取れたっていうこともじゃないですか、ね、まあ成功体験というかその、そう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 いう どこまで、そういうのを何回も気づかしてもらって、信頼関係ですよね。そのいろんな逸話が本なんか読むと出てくるんですけどね、例えば黒崎先生が藤原先生にこう課したのが高速の、あの 今だったらこう ETC とかありますよね、検問所、 あそこをこう不意をついて突破しようみたいなそんな、まあ、まあこれ時代だから時効ですけど、そういうことも黒崎先生はなんかこう藤原先生に相手が油断した瞬間に意味わかんない、なんでそれが突破しろみたいな、なんでそれ本に載ってんですよね、まあ、僕もよく現役の時は藤原先生の運転手じゃないですけど、はい、
だから練習終わって飯食い行くぞっつって、はい、大体もう入谷のジムの時代は、はい、もう毎日六本木行ってて、藤原先生が、あ、先生が行くのに小林さんで、僕は運転手に行って、もちろん酒飲ましてもらえる、はい、で、キャバクラっていうかクラブ行くと、はい、まあその、いい女ばっかりいるけど、はい、俺は別にね、酒も飲めないし、あ、お店の中にはじゃあ、いますよ、付き人みたいな、で、隣で先生が、あのこう胸、もう少しで見えちゃうようなドレスアップしてる女のおっぱい噛んだりとかさ、なんか、梶原先生の酒の飲み方が嫌いだとかして自分もちょっと似たようなですぐこうやってやったりするんです。先生でもお酒強いんですか。強い、ね、強いけど、強い以上に浴びるようになったからね、あの時多分内臓がもう金もあったんです。紀ノ国屋とかスポンサーついてた。紀ノ国屋がスポンサーですか。そう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 、すごいな。はぁ、で毎日だから朝まで飲んで、その後、はい、六本木にあるラーメン屋行くんですよ、はい、でそこで必ずラーメンスープまで飲んで、それも全部付き合って、送ってって、はい、で途中でどっかでスタンド呼んでガソリン満タンにしてもらうんですけど、はい、それでも帰って、その時はもうあれです、現役じゃないと思うんですよ。藤原先生、いや、小林さんも現役ですよ。現役の時ですか。キック界で、ね、本当にこう歴史のこうレジェンドとなられた後に、もうなんか自分がさらにこう熱くなれることを探したいみたいなことで映画やられたりとか、落語も挑戦されて、もう今僕も実際見に行かせていただいて、いやいや同じ舞台、いやいや東洋館で10分、新作っていうか、まあまああれですよね、古典をまあリメイクしてっていうか、ね、ネタとかやられてて、もう新しい挑戦をこう常にされてるんですけど、そうですね、ちょっと、ああ、僕川崎監督の映画が好きで、もう川崎監督といえばもうこういう映画、特撮ものとかのもう、まあ、巨匠ですよ。いや、これね、また面白いよね、川崎さんと、まあ、まあそれはね、川崎さんの作品に出たいのがあれだったんですけど、そういうことはまあなしでずっと付き合ってて、ノラニフェスっていう自分のイベントで川崎さんの特撮の大怪獣モロとかデイエースとかリングデビューさせたんですよ、はい、そういった中で、まあデイエースの30周年記念で主演やらないって言われて、でデイエースキックっていうのやって、はいはい、それの日に僕、僕のこと振られるママの役で出た人がいて、はい、その人はなぜか、そうですね、完成後に再び会って結婚することになった。この度、いや、おめでとうございます。落語の方はあれですか、彦市さんのこう、はい、お弟子さんというか、はい、ですよね、それで、まあ、僕が始めた時も37だったので35とか以上落語家になれない。あ、そんなに古典、あの落語が大好きっていうより僕は彦市さんが好きだったんで、彦市さんももう格闘技すごく好きですよね。で、まあ、そう、あ、まあね、あの師匠は、ね、創作の人なんで、はい、まあ、もう先週終わっちゃったら久米宏さんのラジオなんですけど、はいはい、13年間毎週、いや、そうですね、新作かけられましたもんね。俺もな、新作はもう13個作ってもらったんですけど、はぁ、俺のためにこんなに悪いなと思ったけど、すげえ、13年間毎週作ってらしたから、僕が見に行かせていただいた時のネタは、あのジムをやろうと思ったんだけど、ジムがないから、あ、絵で絵で描いてって、はい、ダクダク、あ、ダクダクのキックボクシングバージョン、そういうことを思ったら、とにかくなんかこう新しいことに挑戦され続けているということで、こう新しいジムできたら、ちょっとまたこう、ああ、ぜひぜひ、ちょっと遊びに行かせてください、はい、いや、なんか本当にいろいろ貴重なお話を、使えない話もあったんですけども、まあ今後ともよろしくお願いしますということと、ご結婚本当におめでとうございますということで、伝統の藤原ジムからの野良犬道場、野良犬ジムですね、またこう新しくスタートを切るということで、また僕も小林さんもこう SNS なんかを、ね、通じて、
情報発信していきたいと思います。ということで今日はいろいろありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ誠もよろしくお願いします。お願いします。いや、言うか。あー、 OK。 というか、でも模様列できたら1ヶ月に賞味値まだ。